ありがとうございます。小林洋一と申します。皆さんこんばんは。ようこそ、雨の中ハロウィンとかの行事にもめげずにですね、よく来ていただきましてありがとうございます。今日の演奏はですね、小林洋一と JJM、 そしてスペシャルゲストにエミさんが後ほど登場いたします。JJM のメンバーまず紹介しましょう。向かって左側からルイ・ヘイデソンピアノ、ただいまチューニング中でございます。南山拓郎、ミスター・マイク・ザ・チョーナック、トランペット、そして、宇都宮からはるばる毎回来ていただいてます、桜井智則、テナ・サックスフォン、ドラマ小林洋一です。はい、この5人で最初、お楽しみください。今日はですね、エミさんの前、我々の JJM はですね、リー・モーガン特集ということで、リー・モーガンにちなんだ曲をお送りしております。1曲目はリー・モーガンで知られてますキャンディーという曲をテーマソングにして、すぐ僕のオリジナル、コロナが終わっていつか太陽がやってくるというオリジナルを作りました。 The Sun Will Be Coming をお送りしました。それではどんどんいきましょう。2曲目はこれも、リー・モーガンさんの演奏で知られますジャズメッセンジャーズでやってますね、 Whisper Not。
はい、ウィスパーのベニー・ゴルソンさんの名曲からお送りしました。続いてもですね、ベニー・ゴルソンさんの曲になりますね。これは、リー・モーガンが演奏した曲で、クリフォード・ブラウンという素晴らしい先輩のね、トランペッターを、忍んで作った曲です。 I remember Clifford。Thank you.
I remember クリフォードを送りました Mr. Mike Dachanak on trumpet。 はい、それでは演奏最後の曲になりますが、ボビー・ティモンズの名曲の中一つ That There をします。
ありがとうございます。だってお送りしました。それではお待たせしました。ここから今日のメインイベントでございます。大きな拍手でお迎えください。エミさんどうぞ。こんばんは、エミです。よろしくお願いします。今日はたくさん来てくださってありがとうございます。前回もですね、リフラットさんの、こちらですね、小林由依さんと一緒に演奏させていただいたわけなんですけれども、あれご好評だったから読んでいただいたんでしょうか。ありがとうございます。すみません、自分からすみません。パワーアップしたっていうことでね、ちょっと皆さん、ちょっとそんな感じでハードル上げ身で聴いていただければと思います。で今日はですね、また、スタンダードね、通していただくんですけれども、おなじみの私といえばおなじみの曲が、あったりとかしますので、皆さん、最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。では1曲目は、LOV からお願いします。乾燥するんでちょっとかなり水結構飲みます。すいません、ありがとうございます。ちょっとかなりハッピーな感じで、始まらせていただきました。この次はですね、配信を、ね、見ていただいている方、私がたまに歌っている
曲でございますが、なんか今日さっきあの皆さんとねお話しさせていただいた時に、なんかキーが全部高めだねっていうね言っていただいたんですけど、なんかもう普通のキーがよくわからないんですけど、自分のキーに合わせてやったらなんかなんとなく全体的に高いらしいんですよね私ね。どうなんですかね、ジャズは声高い人大丈夫ですか？悪くないですか？一番高いですか今までで。いや本当ですか、なんかあんまりいないらしいんですよね、ちょっと高めに歌う人が。ちょっと私がねちょっと低音があんま鳴らせないので、そっちちょっと狙っていこうかなと思って、ちょっと新しいあの位置にちょっとねこうスポットねうまくはまりたいなって思ってるんで、新しいあの高音のジャズシンガーとしてやろうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。じゃではですね、次はですね Just the two of us、 Just the two of us ですね。ではじゃあちょっと高めということで、高めのジャスタ2オーバースということで、皆さん、聞いてください。よろしくお願いします。The rain does fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us.Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Watch the waters all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait.Not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
the rains must fall. I'm the wind that howls, and if it comes the morning dew, darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I, just the two of us.2人きりいいですよね。ちょっとこの緩急が良くないですかね、さっきの曲とのね。私ちょっとそれを考えてちょっと曲順を、考えさせていただいたんですけれども、皆さんお楽しみいただいてますでしょうか。ありがとうございますありがとうございます。ではですね、次はですね、これなんか戦時中に、書かれた曲のなんか有名な曲なんですけど、 You'll be so nice to come home っていう、ね、曲でございますけれども、こちらはなんか You'd be so nice to come home、 ちょっとこれなんか英語の文法がちょっと複雑なんですけど、あなたが帰る家だったらいいのにっていうことで合ってます。 You'd be nice to come home to ですもんね。カナダ人マイクさん、たらいいなってことですよね。そうですよね。なんか自分が帰るなんかところにあなたがいたらいいなっていうね。まあ、要するに多分なんか俺の味噌汁を作ってくれないか的な感じだと思うんですよね。と思います。ですよね。これ多分。で、男性が女性にね、もともと多分言ってる曲っぽい感じかなと私は思ったんですけど、はい。今日はですね、初めてちょっとこのちょっと高めのキーでね、歌ってみようと思います。今回ちょっとキーこう結構迷いまして、なんか低くね歌うとねすごいかっこいいんですけどね、やっぱりちょっと私の良さが出づらいということで少し高めのキーで確かに設定しました。はい、ではじゃあ You'd be so nice to come home、 よろしくお願いします。So nice by the fire, while the breeze on high sing a lullaby. You'll be all that I could desire under stars chilled by the winter, under an oak.So nice
You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Other skies chilled by the winter, and then an August wood burning above. You'd be so. でした。ありがとうございます。エミさんは本当に素晴らしい歌手でございまして、僕からもちょっと補足したいんですけども、彼女と初めて会ったのは実は2年前のニューヨークで会ってるんですよ。で、まだコロナになる前にね、2年前にちょうど僕は19年ですよね、1月にニューヨーク行ってレコーディング行ったんですけども、その時に、カメラマンのスタッフが来てまして、彼女はそのカメラマンの助手としてですね来て、始めましてって、ほとんど話してないんですけどね、その時はね。それで、全部終わってから、あ、疲れた、今日はもうちょっと僕が知ってる日本レストラン行くから、ビレッジ日本レストラン行こうって言って、日本レストランにみんなと行ってですね、でそこで飲んでたら、ウェイトレスが来た彼女だったんですよ。ということで、やっぱニューヨークはね、サバイバルの大変な街なんで、彼女はそういう勉強しながらも、ね、バイトされてて、その時初めて会ったんですけど、でも、ね、そのレコード会社の方からボーカルをやってる素晴らしい人がいるということで、紹介はされたんですが、その時もあんまり話はほとんどできなかったよね。何を飲みますかとか、ただオーダー取ってくれたぐらいでね。あのお店ですね。そうそう、でなんか日本に帰ってきてからライブを見に来てくれたんですよね。それ、まあ、その時もでもなんかあんまり歌が上手いなんて全然知らないもんね。あれ、なんでいつ初めて歌ってくれたの、いつでしたっけ。セッションにたまたま行かせていただいた時に、すごい久しぶりだし、そうそう、あ、お会いしたんですよね。セッションにね、だからそれも2年ぐらい前、もうすぐ。そうですね。そして歌っていただいたら、もうすごいなんか声量があってね、すごいんですよね。びっくりしちゃって僕もね。あの時本当に何にも分かんなくて、直立不動でとりあえず歌ってみたいな。いやいや、すごいなと思いましたね。ぜひ今度ライブやる今度は2週間後なんだけどって言ってね、で誘ったら、あ、やりますやりますみたいな。で急遽ここでやらせていただいたのが7月なんですけど、僕はやっぱりね、僕自分も若い頃ね、まあ気持ちもまだ若いつもりなんですけども、若い頃そういういろんな人にこう助けられてやってきたので、若い方に本当にやってほしいんですよ。で彼女やっていただいて、すごくなんかね、こういう盛り上がるライブやってますけど、実は先々週ぐらいにもう一方、ダンサーに会いましたね。僕は実はダンスも大好きでね、こういうのとかやるんですけど、こういうのとかね、ブレイクダンスとか、たまにでかいステージとかに行くとやるんですけど、前もコンサートでダンサーに来てもらってやったことなんですけどね、その2週間ぐらい前のライブで、僕はタップダンスやってるんですって、本当はライブ来てよって言ったら、本当に今日来てくれたんですよ。なのでちょっと次1曲やっていただきますからね、これタップのちゃんと台を用意してます。はい、皆さん大きな拍手でもう一度お願いします。杉浦力さん、どうぞ。じゃあね、一緒にジョイントしましょう。はい、では、今日ね、突然一緒にやることになってですね、とっても私も、ワクワクしております。一緒にね、タップと一緒にね共演って私初めてなので、もうこんな光栄な機会ないです。本当に私でいいんでしょうかっていうぐらいなんですけど、はい、曲はですね、ララバイオブバードランドで、皆さん披露させていただきます。では聴いてください。
that's what I always hear when you sigh. Never in my worldland could baby be busy wheel in a phrase how I feel. Have you ever heard two da-da doves billing coo when they love? That's kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a wee bee who we love, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, I love how your birdland whisper low, kiss me sweet and we go fly high in birdland, high in the sky up above, all because we. オンボーカー、そして杉浦力さんでした。ありがとうございました。 JJM のメンバー、リ・ヘイテズ、南山拓郎、マイク・ザ・チャーナー、桜井智則、小林洋一と JJM でお送りしております。ちょっと休憩いただきまして、またごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。